ボンボン散歩お疲れさん。お疲れ様。よく頑張った。はい、お疲れのとこ申し訳ないんですが、明日は3月31日、はい、なんと大阪杯です。イエーイ。私の誕生日でしょ。おさめてください。はい、あれ、お疲れのところ、あの先生よくわかってます、はい、ただ競馬予想をさせていただきたいと思いますので、はい、今週はちょっとまあ時間の兼ね合いもあって短縮バージョンで、はいはい、予想をお送りしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、事前にボン先生と父ちゃんの方で、はい、あの相談をしてもらいました、はい、で、まあ明日が3月31日ボンの誕生日っていうこともあって、はい、ボン馬券と、そうだね、はい、いうことでボンのお誕生日1と3にまつわる馬で行こうと、うんうん、ちょっと話し合いました。はい。はい、じゃあボンは了承済み？そう、あの結構ね、そう、絶妙な馬が入ってるので、うん、だったらいいよっていう感じに。うん、よし、いいだろうっていう。そう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 。わかりました。で、まあまずあの恒例のかいちゃんの大阪杯とはのコーナーに移りたいと思います。はい。はい、大阪杯はね、特徴としては阪神内回り。はい。それがどういうポイントなのかっていうと、先行する馬じゃないと勝ちきれないっていう風に言われているレースの一つなんですよね。そう、スタートが上手い馬とか、あとは内枠の馬がやっぱり有利となり得るレースになってきます。はい、はい、だったら1と3絡むところだからいいんじゃないの、いいんじゃないかっていう、はい、でボンは了承してもらえなかったということですね。それは先生の言うことだから信じるしかないって。はい、ということで、はい、じゃあその1と3と13番に、はい、何が入ったかちょっと教えてもらっていいですか。はい、発表します、はい、まず1番ミッキーゴージャス。はい、ミッキーゴージャス、はい、ミッキーゴージャス、ミッキーゴージャスさんはミッキーロケットとミッキークイーンの子、はい、でも純ミッキーっていう2頭とも阪神内回りが得意だったかな。そう、宝塚記念をね、飼ってたり放送してたりっていうお父さんとお母さんということで、さらに今回1枠1番に入ったので、うん、同じようなレースができれば血統背景的にはね、得意になるかなと。なるほど。そう、はい、で次3番タスティエラ。はい、タスティエラ、はい、タスティエラは何を隠そう、ダービー馬です。はい、で、まあ、今今年の4歳はね、あんまり強くないっていう風に言われているらしいんだけどもそんなことはないよね。まあ言っても世代トップクラス、うん、だし、まあ、有馬記念はね、どうしても枠でちょっと泣いた部分が、後位からねレースができる馬なので、大阪杯、まあ、内から前から行ける流れになれば、うん、十分にチャンスはあると。はい、わかりました。はい、はい、じゃ次、はい、13番、はい、ルージュエヴァイユ、はい、ジャスタウェイの子だね。良血よ、うんうん、この子はもともとむちゃくちゃ足が切れる馬、うんうん、で中段よりやや前からレースできるんで、ちょっと枠がどうかだけど、うまく1コーナーまでに前目の行為が取れると、確かにもうスタート勝負っていうことですね、うん、これはそうですね、はい、まあ、ボンちゃん、ボン、ワイド3点にするか、馬連ワイドの6点にするか、どっちにする？ワイド3点各1000円か、馬連ワイド各500円の3000円、どっちにしよう、ボン。じゃあ右手出して、右手がワイド各1000円、はい、左手が馬連ワイド各500円、はい、でボンに選んでいただきたいと思います。ボン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 、どっちがいい、選べ、はい、どっちがいい、あ、こっち、こっち、はい、ワイド、はい、ワイド3点ワイド3点各1000円、はい、で今回は勝負をしたいと思います。はい、はい、これはもうボン先生の指示なので従いたいと思います。はい、はい、ということで父ちゃん、明日になったら1313番のワイド各1000円、はい、買ってきて任せてくれ。はい、はい、であのいつも通り父ちゃんから一言、はい、馬券は自己責任でお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、自己責任で楽しんでください。はい、ということでボン先生、もう先生、
あんた今日はリラックスモードなんだけど、ね、今日結構ねいろいろ本当にボンボン散歩っていうね、うん、そうイベントやったりね、そうボンちゃんはそうボンちゃんは忙しい週末ですが、うん、しっかりと大阪杯を観戦したいと思います。はい、はい、ということでボンちゃんの大阪杯競馬予想のコーナーでした。じゃあねー。